真田大輔。すまぬすまぬ、お主を貶めるつもりはないわ。大輔の父と祖父は真田昌幸、雪村希代の君子だからの。いや、仮の親の方ではない。あいつらは所詮田舎の戦地違いだ。わしと一緒にされてはわしが気の毒だ。わしが言っているのは、その話はもうよい。早く用件を言え。そうかそうか、すまぬすまぬ。しかるは、我らが勝った場合は鶴姫から王鳳に安房の記録を奪ってもらおう。何ということ。安房は今や黒魔術軍の侍大将。つまらぬしがらみは捨て去った方がよい。それならば安房の鶴姫の記録を奪うのはよくないか。安房には自分で乗り越えてもらおう。浅木の血はいらぬ。浅木の血よりも鶴姫の記録を奪う方が先決だ。何を考えておるのか。鶴姫、負けるでない。全ての条件が揃った。それでは戦ってもらおう。レムカ承知。それではこの3名のうち勝った者一人の願いを聞き届ける者とする。始める。